祖骨者、あるいはヘマのし続けは、モリエールの儀曲。最初の喜劇作品。1655年を発表。初演が月不明。舞台は、メッシーナの広場。レリー・トレアンドルは、お互いがセリーに恋をしていることを知る。レリーは、イッポリットとの結婚を、親から押し付けられているが、何の興味もない。どちらがセリーに選ばれるか競争することとしたが、レリーは、 何としても、この勝負に勝ちたいので、知恵者である、マスカリーユに助けを求める。お金があれば奴隷であるセリーを買い取って、決着をつけられるのだが、金がないため彼の策に従うレリー。しかし、わざとではないとはいえ、邪魔ばかりして怒らせてしまう。再び、マスカリーユが策略を思いついた時には、今度は、一切余計なことはしないと誓わされるほどであった。 そこへレリーの父親であるパンドルフがやってきて、レリーの身持ちを案じていることをマスカリーユーに相談する。彼はここぞとばかりに、レリーが女奴隷に行為をしていることをパンドルフに打ち明け、女奴隷をこっそり買い取って他国へ移してしまえばよい、と進言する。パンドルフがセリーを買い取ったところでセリーをさらい、レリーに引き渡すつもりなのだ。そうとも知らずに、 パンドルフはその気になったので、ようやく計画がうまくいったと喜ぶマスカリーユであった。そこへイッポリットが登場。デアンドルと結婚したいイッポリットは、マスカリーユにうまく取り計らってくれるよう頼んで、いたのだった。先ほどパンドルフに仕掛けた計略がうまくいけば、彼女の願いもレリーの願いも叶って、万事解決となるはずだったが、またもレリーが邪魔をして、マスカリーユの計略を潰してしまう。 いよいよ怒りが収まらないマスカリーユ。散々邪魔されたマスカリーユであったが、レリーへの情から頼みを断りきれない。マスカリーユは、レリーにこれ以上邪魔をするなら、もう協力しないと強く念を押す。マスカリーユは、策としてパンドルフに宝物が見つかったと言って、遠くへ行かせている間に、彼が死んだという噂を流すことを思いついた。 この噂を聞きつけてアンセルムがすっ飛んでくるだろうから、豪華な葬式を出すためとか適当に理由をつけて、アンセルムからセリーを買うための金を巻き上げようという、困難である。まんまとはめられたアンセルムであったが、すぐにパンドルフとばったり顔を合わせて、マスカリーユにはめられていたことを悟ったのであった。そこへレリーがやってきて、またもヘマをやらかし、金を取り返されてしまう。 レリーがそんなヘマをやらかしている間に恋敵のレアンドルはセリーを引き取る胸をすでにトリファルダンとの間にまとめていた。焦りを隠しきれずマスカリーユに泣きつくレリー。事情がわからないのでマスカリーユは芝居を打ちレアンドルからどのようにしてセリーを引き取ったのか聞き出すことに成功した。それどころかセリーをトリファルダンの家へ引き受けに行くよう頼まれた。 セリーを横取りする絶好のチャンスであったが、トルファルダンの家にとある手紙が舞い込んでくる。その手紙のせいで、またも策略がうまくいかず、悔しがるマスカリーユ。しかしその手紙は、デリーが認めたものだった。ありがた迷惑に呆れ果てて怒りさえもせず、デリーの前から立ち去るマスカリーユなのであった。これほどまでに邪魔が入るのなら、何があってもやり遂げてみせようと無気になる、マスカリーユ。 レアンドルにセリーの身受けに失敗したことを伝えに行くが、レアンドルはどのような経緯で失敗したのかすでに知っていた。ところがトリファルダンだけが手紙の内容を信じきっていて、レリーの偽手紙だと言っても耳を貸そうともしないのだという。マスカリーユはセリーを猫かぶりの不埒な女だとレアンドルに吹き込んで諦めさせようとするが、レリーがそこへ現れ、 またしても何もかもめちゃくちゃにしてしまう。計画を潰されて、少し休んでいるマスカリーユであったが、そこへ、エルガストが、レアンドルが変装して、トリファルダンの家に、セリーをさらいに行く計画を立てていることを知らせに、来てくれた。これを好奇と考え、剪定を打って、行動を起こすマスカリーユであったが、まずいことにエルガストは、デリーにも知らせていたのだった。再び協力しようと考えて、 独自に動くレリーであったが、そのおかげでまたもマスカリーユは失敗してしまう。バカバカしくなった、マスカリーユがトリファルダンの家から退散したところへ、デアンドルが登場。だが、計画が見破られたことに気づき、彼も退場する。あまりにもレリーがヘマをやらかすので、マスカリーユは計略を何度も何度も繰り返しレリーに、説明し、彼を動かすことにした。 いざトリュファルダンの家に乗り込んでいくが、全く言われた通りにできないレリー。セリーが現れれば興奮し、すっかり舞い上がる。それどころか、セリーに計略を実行している最中であることを打ち明け、それをトリュファルダンの家の者に聞かれてしまった。トリュファルダンに計画がバレたどころか、自分にまで疑いをかけられて焦るマスカリー湯であったが、レリーと共謀していないのなら、 その証拠を見せろと言われてしまう。計画も潰されたことだし、それで疑いが晴れるならちょうどいい。レリーをぶん殴ってすっきりしたので二度と邪魔をしない。勝手に協力しようとしないと、レリーに誓わせ、再び協力することにしたマスカリーユ。そこへエルガストが知らせを持ってやってきた。若いエジプト人が老婆を連れてセリーを買い取りに来たという。 再び何が転がってきたことに頭を悩ませるマスカリーユであったが、またも策略を思いついたのであった。だが、早速、レリーはマスカリーユの邪魔をして彼を怒らせるのであった。なおさら向きになって策略を成功させることを誓うマスカリーユ。再び気を取り直して頭を働かせアンドレスを相手に実行に移す。アンドレスはセリーを連れて旅に出ようとしたが、 セリーの体の調子が悪いようなので延期し、どこかゆっくり休める家を探していたのであった。そこへスイス人のふりをして現れるマスカリーユ。趣味よく計画を実行し、アンドレスに家を貸すことになったが、その家はパンドルフの家であった。事情をよく理解していないレリーは、アンドレスに自分のセリーへの恋心を打ち明け、見事に騙されてしまった。 またも計画を潰しされたマスカリーイユであったが、諦めない。彼はセリーから、レリーのことは好きだが、アンドレスにも随分お世話になっていてギリがあるので、身動きができないということを聞かされる。ところが、その後、トルファルダントアンドレスとセリーは、親子であることが判明する。こうして、レリーの恋は実り、イッポリットの恋も実った。幕切れ。南フランス巡業を開始してから、8。 9年が経過した頃の作品である。すでにモリエールはこれ以前に何作か書き上げており、いくつかは失われたものの、トビーシャやバルブイエの嫉妬の2作品は現在まで伝わっている。しかしこれらの作品も1682年に彼の忠実な側近であったラグランジュによって初めて刊行されたモリエール全集には収録されておらず、その理由はよくわからない。 すでに原稿が散逸していただけであるとか、自作の出版に積極的でなかったモリエールが未抵抗としておいたものを上演にかけるようになり、俳優たちの即興によってどんどん姿形を変えていき、最終的にはモリエールの作品と呼べるものではなくなっていただけであるなどの理由が考えられる。しかしこれらはどのような過程を経て彼の手に渡ったのかは不明であるが、たまたま ジャンバティストルソーが原稿を保管していたのが発見され、日の目を見るに至った。もっともこの時代は、平気で他人の作品を無断で出版したり、原稿を模造して、人に売りつけたりする行為が蔓延していた時代であったので、これらの2作品が丁寧に、モリエールの作風を分析して作られた岩作で、あるかもしれず、絶対に、モリエールの作品であるとは断定しがたい。 そういった事情があるので、前週にも収録され、モリエールの作品であることを示す。確たる証拠が見つかっている本作は、極めて重要な作品である。ニコロ・バルビエールの、そそっかしい男を奮本に、様々な作家の作品からアイデアを借用しており、まだそれほど多くの独創は作中には見られない。僕は、自分の愛する人の悪口を言われて、黙っていられるような卑怯者ではない。 侮辱的な言葉を我慢するより、君の声を多めに見る方がよほど気が楽だよなどのセリフはビクトル・ユーゴーが絶賛した。この脚本は1655年にリヨンで初演が行われたラ・グランジュによる帳簿から、モリエールは1653年にリヨンに到着し、そこで彼の最初の喜劇が上演されたから1682年刊行版。 モリエール全州序文より1653年説を取る人たちは、年代的にも後に書かれ、なおかつ公的な性格を持つモリエール全州に付してあるものだけに間違いを正し、しかし、全州の序文に記された文には、1653年に到着し、そこでと書かれているだけで、その年に上演したとは書かれていないため、その正確さは立証できなかった。 その後も様々な根拠が提示されたが、いずれも不十分であり、議論が行き詰まってしまった。ところが、本作にトリスタンの1654年に発表されたイソーローという議局から若干の尺用があることが確認され、1655年説が認められることとなったのである。ありがとうございます。